アブディウエリ・モハメド・アリは、ソマリアの経済学者、政治家。2011年から2012年、ソマリア暫定連邦政府の首相を務めた。2014年から2019年まで、プントランド大統領。ソマリ族出身。ソマリアの北東部、今日のプントランド地域の出身。出身氏族は、ダロットのマジェルテン氏族。ソマリアと、 アメリカ合衆国の市民権を持つ、アメリカ合衆国の数校で大学教育を受けた。ハーバードロースクールで行政学の修士号をバンダービルト大学で、経済学の修士号をジョージ・メイソン大学で、経済学の PhD を取得している。ソマリアに帰国するまではニューヨーク州のナイアガラ大学で経済学の教授をしており、専門は財政学、公共選択論、 国際貿易。2010年6月12日、アリは当時のソマリア首相、モハメド・アブドゥライ・モハメドに認められ、ソマリア暫定連邦政府の計画、国際協力担当長官に任命された。アリは担当職務の専門家として、重要な役割を果たした2011年6月19日、辞任したモハメド・アブドゥライ・モハメドの後を受けて、ソマリアの首相代理に指名され、 6月23日に正式な首相に指名6月28日に就任。モハメドの辞任は暫定連邦政府の統治期間を1年間延長するための条件だった。2012年、暫定政府から新政府への移行とともに辞職した。2014年1月8日、アブドゥルラフマン・モハムード・ファロレの後を受けて、プントランドの大統領となった。なお、 この選挙の最終候補者11人は、アリを含めて全員マジェルテーン氏族出身だった。再選をかけた2019年1月8日の議会における大統領選挙では、第1回目の投票で落選し、同日中に退任。ありがとうございます。